ありましたいやー消費拡大にはやっぱりもう少しこコストがねもうちょっと安くできるとた多分学校給食とかねそういったところにも入ると思うんですけどもなかなか多分フランスとかがあれだけ伸びてるっていうのはもう毎日食べてないと年間2 6キロいかないですからね5 0 6 0いの。 えー、チーズは最低でも皆さん食べてるって感じですもんね。そこ,こで採算途中部位で一気にされてましたけど。規模感としては、ちょっと金額。少ないんじゃないかな。うん、だから。ちょっと経営のことはわかりませんけども、十七名の。職人さんがいて、年間二億の売り上げであれだけの設備ってなると。ちょっと経営的には結構大変なのかなと。やっぱりこれからさらに、こう販路を拡大して。 えー、もうちょっとこう売り上げを伸ばしたいんだろうなというのは感じましたこど投資家的にはね投資家目線では、えー、ちょっと今これからなんだろうなという感じがしましたけどね。いですかいやーどうしあとやっぱりちょっと思ったのは今日の試食もそうなんですけど大量消費すする食べ方じゃないんですよねやっぱりこうこうじゃないじゃないわ <laughs> かります け込む感じじゃないからいやだから今日残念ながらカットされちゃったんだけどあのあのカマンベールを寿司で握るっていうのがあったんですよねあれ YouTube で出したらいいかなと思うんですけどねあれは僕ね結構可能性あるんですよで要するにあれでね要するに弁当になるんじゃないですかシャリチーズシャリチーズいやほんとねカマンベールチーズあったんですよねあこれ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  おこれは一番消費拡大になりますよこれおそらくあれですよもう今年の夏ぐらいにはコンビニでカマンベールチーズ寿司弁当が出ますよ <laughs> おしたら、はい、相当米の消費量も上がるしこれは期待できると思いますけどねはいねえ俺フランス人がおいしいって言ったんですから あただこういうのはねなかなか目の前ではまずいとは言わないでしょうけどね、えー、食べてみたいじゃないですかこれはい期待します、はい、カマンベール寿司 <laughs> カットされちゃって <laughs> <laughs> 本番で使いましたはいありはいました